今回は大伊勢屋焼きそば製麺工程の冷ましをご紹介していきます。こんにちは、大伊勢屋けんちゃんです。今回は大伊勢屋の焼きそば製麺工程の冷ましをご紹介していきます。この冷ましという工程は、茹で上げた麺をですね、ざるで湯を切って、その後に、油をくっつかないように油をまぶして扇風機の風で冷ましていくんですけれども、夏場はですね、暑くて、なかなか冷めにくいです。ですから、素早く冷ます、粗熱を取り冷ますために、熟練の技が必要となっております。一見簡単そうに見えるんですけれども、パラパラにするまでの、技を取得するにはやっぱりある程度の年月がかかります。今回はその熟練の技、冷ましの上手な、弊社の社員に、披露といいますか紹介をしていきます。それではどうぞ。